夜空に輝く天の川のそばに天の神様が住んでいます。天の神様には一人の娘がいて名前を織姫と言います。織姫は旗を織って神様たちの着物を作る仕事をしていました。さて、 お姫が年頃になったので天の神様は娘にお婿さんを迎えてやろうと思いましたそしていろいろ探して見つけたのが天の川の岸で天の牛を飼っている彦星という若者ですこの彦星は とてもよく働く立派な若者ですそして織姫もとても優しくて美しい娘です二人は相手を一目見ただけで好きになりました二人はすぐに結婚して楽しい生活を送るようになりました でも、仲が良すぎるのも困りもので、二人は仕事を忘れて遊んでばかりいるようになったのです。織姫様が旗織りをしないので、みんなの着物が古くてボロボロです。早く新しい着物を作るように言ってください。 彦こごしがうしのせわをしないのでうしたちが病気になってしまいました。天の神様にみんなが文句を言いにくるようになりました。天の神様はすっかり怒ってしまい、ふたりは天の川の東と西にわかれてくらすがよい。 と、織姫と彦星を別れ別れにしたのです。彦星に会いたい。彦星に会いたい。毎日泣き続ける織姫を見て、天の神様が言いました。娘や、そんなに彦星に会いたいのか。はい。 会いたいです。それなら一年に一度だけ七月七日の夜だけは彦星と会ってもよいぞ。それから織姫は一年に一度会える日だけを楽しみにして毎日一生懸命に木を織るのです。 天の川の向こうの彦星も、その日を楽しみに天の牛を飼う仕事に精を出しました。そして待ちに待った7月7日の夜、織姫は天の川を渡って、彦星のところへ会いに行くのです。 しかし雨が降ると天の川の水かさが増えるため、織姫は川を渡ることができません。でも大丈夫、そんな時はどこからともなくカササギという鳥が飛んできて、天の川に橋を架けてくれるのです。さあ、あなたも夜空を見上げて、 二人の再会を祝福してあげてください。